はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースピです。さあ今日もですね、クラクラチャンネル OB 戦、こちらをお送りしていきます。そしてですね、クラクラチャンネル OB に遊びに行ったんですよ。で、何かおすすめのリプレイありますかって聞いたら、もうクラメンのみんながテラーさんのこのリプレイの前回本当に素晴らしかったですって言っていたので、ちょっと見ていきましょう。クラメンがみんなそんな風に言うんだったら、どんな素晴らしい面白い編成なのかなって期待していたら、今回はバニラ式でございました。天才で対空砲を1本折って、そしてドラゴンで相手のアチャクイと援軍を処理していって、あとはラバルを回していくみたいな戦術でございます。なので、あ、じゃあだったらアチャクイ処理が面白かったのかなとか、あとラバルの回し方がすごかったのかなって思って見てたんですが、はい、見てください。普通にですね、相手のアチャクイはドラゴンで処理していきました。そしてここからラバルを回していきます。ここまでは通常のバニラ式ですよね。結構順調そうな感じに見えます。はい、ヘイストをかけまして、対空砲をですね、2本目折っていきます。ソーラーパートで。そしてここからラバハンドが3本目の対空砲に向かっていきます。からのバルーンですね。ここまでは本当にもう順調な、あ、もう普通にここから全開取れるんだろうなって思って見てましたが、はい、見ててください。こっからバルーンが寄り道をどんどんしていって、全く最後の対空砲に向かっていきません。このリプレイはですね、初見で見たとき、あれ、これもうやべえんじゃねえのって、これ前回本当に取れたのって思いました。さあこっからですね、バルーンとかも全部落とされてしまいます。はい、対空砲に撃たれてしまって、どんどんですね、空軍部隊がやられてしまいます。さあこっからテラさん大ピンチです。頼みのドラゴンさえもやられてしまいました。はい、見てください。もう残っているユニットがもうめちゃくちゃ少ない。もうさっきまで余裕そうだったのに、なぜこうなったといった感じでございます。で、残っているパピーが相手のババキンを処理していきますが、こっからですね、対空砲にやられてしまいます。で、残っているユニットが本当にパピーとアチャクイと、あと6時方向にアチャクイが出産したアーチャーが壁を殴っております。ただですね、このアーチャーはもうほとんど意味がないので、頼みの綱はアチャクイのみでございます。さあパピーもやられてしまいました。ただアチャクイが残っているので、ああ、なるほど、アチャクイがこっから対空砲と水塔を壊してギリギリでなんとか全開を取るんだろうなと思って見てました。さあこっからですね、壁を突き破っていきまして、で対空砲を壊していきます。さあ対空砲を壊してしまえば、あとは水塔のみなんですが、ここで巨爆が出てしまってやられて、はい、同士打ちでギリギリの全開となりました。いや、この全開すごいですよね。残っているユニットがアーチャー1体のみで、そしてですね、巨爆が1マスでも上にあったら、これ全開取れてませんでしたよね。なのでもう一回ですね、その場面だけ見ていきます。はい、壁を突き破っていきまして、そして対空砲を追っていきます。さあここからですね、まだこの段階で巨爆は出てきてませんが、こっから巨爆が出てきて、はい、こんな風にこんな全開あるんですね。しかも戦闘終了した後にちょっとですね、巨爆がまだ残ってるんですよ。見えますかね、 100% の裏に巨爆が残っておりまして、これどういった判定なのか、ちょっとスローモーションで見ていきましょう。はい、こっからですね、アチャクイが巨爆を起動させていきます。さあ出てきて爆発するタイミングでアチャクイが矢を放ちます。で、ダメージが入ったのと同時に、ウィズ塔が壊れたので、そこで終了になったので、だから巨爆が残っているっていう判定になっているんでしょうかね。ちょっとですね、わかんないので、自分よりいろいろ物知りな視聴者の方いましたら、ぜひともコメントでお願いいたします。そんな感じで今回は超ギリギリの珍プレイ全開、こちらをお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。